海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先は南米の内陸国ボリビア。雲の上の町ラパス、標高4000メートルを超える世界で一番高い場所にある首都です。ここにアンデスの民族音楽フォルクローレのプロミュージシャンとして頑張る日本人男性がいます。彼は今年数々のフォルクローレの賞にノミネートされた実力派、ボリビアで大活躍しています。しかしそんな彼の活躍を日本のお父さんは見ることができません。心臓がね、拡張型心筋症って言いましてね、循環器の先生に聞いたら、それは日本さん死に行きますって言って。心臓病を患っているお父さんは標高が高いラパスには行くことができないのです。そんな父からの届け物、そこには時を超えたある思いが込められていました。ようね、こんな持っててくれて。そして遠く離れたラパスから息子は父への思いを届けます。グッド地球便は心をつなぐエネルギー、関西電力の提供でお届けします。さあ今回ですね、奈良県とボリビアをつないでみたいと思います。行ってみましょう。あのグッド地球便の山口です。こんにちは。どうもこんにちは。どうもお世話になります。すみません、いやこれもお願いします。お願いします、はい、どうもありがとうございます。いいですか、すみません、お邪魔します、はい、どうぞどうぞ。お世話になります。今日はお願いします。どうもありがとうございます、息子さんのひろゆきさんですね、はいはい、ボリビアで。そうなんです、ボリビア行ってますね。ちょっと遠いとこですけどね。プロのミュージシャンをやってらっしゃるんですよね。そうそうそう。実際演奏されてるとこご覧になったことはあるんですか。向こうのメンバーってやってるのはそんな見たことありませんしね。ああ、なるほどね。一品行きたいなと思うんですけど、なかなか。ああ、そうですか。あんまりこう高山に入るとね、高山病があったり、こっちは心臓がやっぱり弱いですからね。おじさんから、まあ、あんた秋元さん行ってもええで、うん、行ってもええけど、意外で帰ってくるでって言われてますのでね。またお医者さんも結構な体で言ってですね、嫌で帰ってくるんですからね。ですから本当にもう何のこっちゃ分からないですね。どっち的にちょっと高いところですか。高いんですね。富士山ぐらいね。だからよくそういう環境でね、よく生きてるなと、生活できてるなって。僕もちょっと楽しみですけども、はい、一緒に見てみましょうかね。はい、お願いします。ボリビアです。はい、富士山です。グッド。ボリビアでミュージシャンとして活躍する息子へ父の思いを届ける旅は、距離にしておよそ1万7000キロ、30時間。ラパスの空港に降り立った直後、スタッフの体に異変が。めちゃくちゃしんどない。ちょっと歩くだけで胸がすごく痛いです。やっぱ慣れなんでしょうね。歩いてあかんのちゃう。向こうの人は、ここ標高何メートルですか。4000メートル。4000メートル。富士山よりも富士山高いですよ。高いです。1 minute 3. ボリビアの首都ラパス、6000メートル級のアンデスの山々に囲まれた世界で一番標高の高い天空の首都。うわ、そう。その昔、人々は金を求めてこんな高地に町を作ったのです。このラパスでミュージシャンとして活躍するひろゆきさん、町の CD ショップを覗いてみると、わわわわ、めっちゃポスターあった。なんとひろゆきさんが所属するバンドのポスターが。あ、有名なんですよ。あなたボリビア、あ、書いてある、 H 秋元。ほら、この CD 売れてます。シン、シンシンセベンデ。住所を頼りにひろゆきさんのもとへ。このビルの屋上に彼のバンドが練習しているスタジオがあります。ギターの音が聞こえますよ、この上。ここの標高に慣れないスタッフは歩いて階段を上るのも一苦労です。すいません。オーラ、秋元、秋、なんてことですか。